ホーンズビーシャイアは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。ホーンズビーシャイアの市役所が設けられているホーンズビーは、シドニー中心業務地区から北西 25km に位置している。地域の南部は、大都市シドニーと一体化した都市部であるが、南北に細長い地域は北に行くにつれ自然が多く、残されている。市の南端部は、シテオブパラマッタ。 シティオブライドと接する。地域の東部をパシフィックハイウェイが縦断し、メトロード1号線とシティレールはシティオブゴスフォードのサバーブであるムーニー・ムーニーにつながる。北東部に位置するコアン川がワーリンガーカウンシル、クーリンイコール外カウンシルとの境界を形成する。地域の北辺はホークスベリー川であり、北隣はシティオブゴスフォードとなる。オールドグレートノースロードが 地域の政変を形成し、ザヒルズシャイアとの境界となっている。ホーンズビーシャイアは以下のサバーブで構成されている。記事の理解のため、議会の3つの選挙区に基づいて、サバーブを分類している。選挙区 A 選挙区 B 選挙区 C ホーンズビーシャイアの議会は10人によって構成される。任期は4年。選挙区は3つで、それぞれの選挙区から3人が選出される。 市長は議員とは別個に選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア自由党が6議席に加え、市長のスティーブ・ラッセルもオーストラリア自由党のため、都合7議席となる。残り3議席は無所属が獲得した。ウォーズ・バウンダリーズ、ホーンスビー、シャイア・カウンシル、2012年11月24日、閲覧。 ABCD ザカウンシルオブザシャイアオブホーンスビーエワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABCD ザカウンシルオブザシャイアオブホーンスビービー・ワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月21日閲覧 ABCD ザカウンシルオブザシャイアオブホーンスビーシーワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日閲覧 AB ザカウンシルオブザシャイアオブホーンスビーメイヤールエレクションローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日 閲覧、ありがとうございます。